あなたは何がしたい？3度死にかけ2500万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。今回は覚悟の磨き方、池田高政著を究極にまとめつつ DJ 社長の覚悟も紹介しちゃおうという新しい挑戦です。ちなみにこの覚悟の磨き方、オーディブルで1回あたり約2時間半10回ほど聞きましたので合計25時間くらいでしたが、全体を十数分でまとめてみます。この本には176もの吉田松陰の言葉がまとめられているのですが、たった15個に厳選して、しかもその中の要点の部分のみを抜き出します。前半学習編、後半実践編としてまとめてみました。それでは早速目次から、前半学習編1、吉田松陰って、 2DJ 社長の魂の名言3選3、吉田松陰の魂の名言15選、後半実践編、覚悟を磨く方法。まずは DJ 社長と吉田松陰の写真の比較から、よく見ると目が似ているような。では前半の学習編からいきましょう。1、吉田松陰って。吉田松陰は松下村塾の創始者であり、門下生たった86名、2年半の教育にもかかわらず、この塾生から高杉晋作、伊藤博文、山形有朋など2名の内閣総理大臣、5名の国務大臣、2名の大学創立者などを輩出した世界でもとても珍しい教育機関なんですね。これは松陰先生の命をかけた熱い熱い本気の志に共感し、魂が震えたからだと思うんですよね。ちなみに一方的に師匠が弟子に教えるものではなく、松陰が弟子と一緒に意見を交わしたり、文学だけではなく登山や水泳なども共に学ぼうという姿勢だったようです。松陰先生はどんな人でも良い部分があると、人の自己重要感を満たすことのできる大きな器の人間だったようです。有名なエピソードは、ペリーが黒船で日本に来た時、自らちっちゃな船に乗り、どでかい黒船に近づき、死罪になることを覚悟しながら、将来の日本のためを思い、教えを乞いに行ったというものです。ペリーの日記にこのように書かれています。私たちの船に2人の男が近づいた。通訳を出してその男たちの要望を聞いたところ、アメリカへ連れて行ってほしい、世界を見て自分の考えを深めたいのだという。それにしても知識を求めるためなら命も惜しくないという、この2人は道徳的にも知的にも高い能力を持っている。このような若者がいるこの国の将来は大変有望だ。ものすごい行動力ですよね。感動したペリーが日本政府に直々に嘆願書を書いたことで、死罪を免れることができたのでした。言葉だけではなく行動で志を示し、大和魂を体現した人です。未来の子孫のために自分の命を投げ出した人なんですね。人生学校的にこの本から感じた吉田松陰の人物像を10個の言葉でまとめてみると、こんな感じです。1つ目、誠。2つ目、思ったら1秒で行動。3つ目、本から学ぶ。4つ目、心を磨く。5つ目、謙虚。6つ目、覚悟。7つ目、熱い。8つ目、まっすぐ。9つ目、神様とつながった人。10個目、志。ちょっと DJ 社長が思い浮かぶんですよね。それでは次に DJ 社長の魂の名言3選。 DJ 社長のことを知らない方のためにすごく簡単に説明すると、主に若者に大人気の YouTuber グループで DJ 集団の創始者です。600万再生超えの動画レペゼン地球が解散する本当の理由、これが最後の動画です。からは熱い思いが伝わってきます。解散理由は何かというと、それは最初に目標を立てた時からドームコンサートで解散すると決めていたからというのですね。それでは早速 DJ 社長の魂の名言3選を紹介しましょう。1、やりたいことのためにやりたくないことをやんないといけないの。好きなことで生きていくというのはそういうこと。やりたいことがドーンってあるけんこそ努力できるし頑張れるんよ。俺は成功もするし失敗もする人なんよ。どの言葉も胸に響く言葉です。明確な目標を持ち、今自分にできることを一歩だけ進める。できることはやりたくないことだったり大変だったりするけど、それでも目標に一歩でも近づくために今すぐやる。たとえ何回失敗しても成功を目指しやり続ける。なぜなら誰が何と言おうとどうしても叶えたい目標があるから。明確
確な目標を持つと人は強くなれるのですね。次は吉田松陰の魂の名言15選です。人生学校的に心に響く箇所を176から15個を選びに選んで、その中でも大事だと感じた部分のみを抜き出してみました。魂の言葉がたくさん書かれていて素晴らしい本ですので、読んでみるといいですよ。それでは行きましょう。1、結果じゃない。大事なことは何をどう手に入れるかではなく、どんな気持ちを感じたいかなのです。たとえ手に入れたものがどれだけ美しく広い家だとしても、住んでる人が優しい気持ちになれないのなら、それは貧しい人生です。2、嘆かなくていい。勝手に言わせておきましょうよ。あなたが本気なのは神様は分かっていますから。3、ことの始まり。何でも最初の決心というものが一番重要です。これがどこまでついて回るかです。4、どう生きたいか。今日はお金があっても明日は一文なしかもしれませんし、今日はミナから愛されても明日はミナの心が離れているかもしれない。ですから私が大事だと思うのは、ただどう生きたいか、その方針に従って生活することなんです。5、足並みが揃うのを待たず自分から走り出せ。死に物狂いの人が一人でもいれば、全員がその勢いに引っ張られて本気になります。弱かったチームも一瞬で強いチームになります。強いリーダーがいるところには弱い部下がいないというのはそういう理由です。6、まとっている空気感。周りに感謝し人に喜ばれることをすれば、心は自然に磨かれていきます。そしてどんなに辛い時でも一生懸命に心を磨いていれば、疲れるということを知らないものです。7、やる恥やらない恥。やりますと宣言したものの、もしうまくいかなかった時に恥をかきそうだから、そうなる前にやめておいた。二人の自分を鏡に映した時、本当に恥ずかしい人物はどちらでしょう。8、本の持つ力。本を開いてみれば、その瞬間人生が変わるかもしれません。本にはそんな可能性を持った言葉が無数に転がっています。でも読む人はあまりいません。9、学ぶとは思い出すこと。思いやりとか優しさは持つものではなく思い出すものです。人を喜ばせようとするのは善意ではなく本能です。本来の人間らしさを取り戻すために私は学びます。10、再開すればそれも継続。1ヶ月でできなかったら2ヶ月で完成させようと決めればいい。2ヶ月でできなかったら100日で完成させようと決めればいい。問題は見通しが外れたことよりも途中で投げ出してしまうことです。11、勝因はどこにあったか。才能、知識、人脈、それらはいくらあっても最後の最後は役に立ちません。地道なことをどれだけ丁寧に積み重ねられるか、ただそれだけが大きなことを成し遂げる基盤になるんです。12、力が目覚めるとき、自分の中に眠りまだ日の目を見ない人望と才能、それを引き出してくれるのはほぼ例外なく自分の仲間になる人か自分の師匠に当たる人です。だからこそ品格が高い人ほど誰と付き合うかをいつも真剣に考え厳しく選んでるのです。13、志を合わせる。いくら頭で考えても何も起こりはしません。大きなことを成し遂げるには自分と同じ志を持った人に会って自分の思いを伝えることです。新しい歴史はいつもそこから動き出しています。14、死を思え。自分の命は今日で終わり。そう思った途端、視界から余計なものがきれいさっぱりと消えて、自分がこれからどこへ向かうべきか、目の前に太くて真っ平らな道が一本伸びているんです。30歳の時死刑が決まり、処刑の場で吉田松陰先生は死刑執行人に対して落ち着いた様子でこう言いました。ご苦労様。死ぬ瞬間まで落ち着き堂々としていたそうです。最後に死ぬ前に残した言葉を。15、自生の苦。私の身はたとえ武蔵の国に朽ち果てても、日本の国難である今、日本という国を思う魂だけは残り続ける。それでは次は肝心の後半実践編です。覚悟を磨く方法。覚悟を磨く方法は何ですかというと、それは志を立てるです。松陰先生の魂の言葉から感じるように、志を立てることで初めて覚悟ができるわけです。なぜ志を立てると覚悟ができるのかというと、それは生きる意味につながるからですね。これに尽きると思います。では志を立てるためにはどうしたらよいのでしょうか。それは自分は何を実現したいかを聞いてみるです。
実現したいというと大きなことを想像しがちですが、どんな人生にできたら嬉しいか、どんな自分でいられたら誇りを感じられるか、どんな自分が好きかを知ることでも良いと思うのですよね。自分の価値観を知るための方法が紹介されているこちらの過去動画も参考になりますので、ぜひ見てみるといいですよ。自分が本当にしたいことが分かれば、命をかけてでもやってみたいと思えるようになります。 DJ 社長吉田松陰先生のように。覚悟の磨き方はオーディブルで10回ほど聞いたのですが、耳で聞いてもスーッと入ってくる内容でした。ちなみに評価も良かったです。 Amazon オーディブルキャンペーン期間中は無料で1冊分が聞けるようですので、試してみるのも良いかもしれません。コメントいつもめちゃめちゃ励みになります。いつも本当にありがとうございます。低評価高評価よろしくお願いいたします。あなたはこんな人生にだけはしたくないというものはありますか？コメントを楽しみにお待ちしています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。あなたの志は自分も周りの人も救うことにつながります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。